行きます。正直に言うと私松山さんのファンだったんですね。もう皆様と同じように、もともと私がその学生の頃から松山さんが制作されたゲームっていうのをずっとこう遊んで、私もゲームを作りたいなって思った人間だったので、ちょっと一緒にまあお仕事させていただいて光栄だなとは思っております。初めて聞いたそんな話どんな告白これこの場しかないからと。あ、そうなの。つうかな、だったらうち入社せよって話だけどな。すいません。いいえ、とんでもない。ここですね。このビルワンフロアが、サイバーコネクト2の開発の全てです。福岡本社と、東京スタジオと、2つの拠点に分かれて今現在開発やってるんですけども、向こうの部屋にもあったんですけども、ここにカメラがありまして、この、画面がですね、あっちの部屋。でここが、このカメラですね。今我々映ってます、はい。でここが、東京スタジオなので、ここは福岡、本社で、東京スタジオ、まあ、ご覧の通り一ファンとしてのものの見方もあるけども、やっぱこうプロジェクトを一緒にやっている、これナルトプロジェクト全体的にもね、はい、それこそスタジオピエロさんや、はい、テレビ東京さんや、ね、はい、まあ、主演者さん岸本先生からも、まあ、要は世の中の人たちが知らない話もいっぱい知ってるじゃないうちらなんでもうなんか半分はね、もちろん岸本先生のファンであり、うん、ナルトっていう作品のファンやけども、はい、もう半分はやっぱこうプロジェクトを一緒にやっている関係者としてやっぱやってるところもあるん で、はい、ちょっとなんかそこはね、こう先々の展開の話とかも含めてさちょっと複雑だよね。ナルトのゲームタイトルは、ナルティメットヒーロー1から、ヒーローシリーズすべて常にナルトと一緒にあるので、まあ、何をするにしてもナルトを考えながら生活をしているぐらい、まあ、本当に人生の一部になっています。基本的には制作って困難の連続なので、いつも苦しんでます。作る時はもうすごく大変です。働く時間を限界まで引き伸ばして頑張ってますただ、と通じて言えるのは、どれも彼も日々常にアニメーションがそれぞれのみんなスタッフが、アニメが好きで、アニメをもう毎日のように見てるんですね。まあ、スタッフはね、200人いると、下は、20歳前後から上は30代40代と、それぞれやっぱこう世代が違うので見てきてるものもやっぱ違います。なんで、みんなで、まあ、共通で、見ているものっていうのをやっぱ増やすために、およそ4000本、まあ、計8000本ですね、東京と福岡合わせて8000本の DVD、 そしてブルーレイ、我々いつもそれを見ながら挫折して、またそれに近づけようとして頑張って、どんどんクオリティを上げています。ナルトだけではなくて、いろんなアニメ作品、日本の、アニメーション作品、アニメ作品っていうのを、常に勉強してやってるんで、まあ、アニメのような見た目っていうのが、まあ、再現できてると思ってます。はい、この辺はねちょっとなかなか、レアな、ものなんですけども、まあ、原作者である岸本先生に過去、まあ、これはナルティメットヒーロー2の実際のゲームの中に使用された、書き起こしのイラストだったり、まあ、この辺はですね、もう世の中では、見ることができない、岸本先生から、サイバーコネクト2にいただいた、色紙です。各タイトルが完成するたんびに岸本先生から、まあ、お祝いのメッセージとともに色紙をいただいてます。岸本先生いつもありがとうございます。やっぱ子供の時にね、うん、毎週ジャンプ読みながらさ、来週どうなんねやろっていう、はい、時とはまたちょっと物の見方が ね変わってきたよね、はいはい。作ってる人たちの顔が見えるっていうのがこうだいぶ昔と違い、うんうんうん、
そういった時に、まあ、あの定例会とかで、うん、その進捗を見せていただいた時にもうこっちの想像を超えている映像とか超えているそのゲームプレイっていうものを見せていただいたりする時にもうなんか本当にすごい会社さんと仕事をさせていただいてるんだなと思いまして、でまあそのそういう風に作っていただいたものに対してしっかり自分が売っていかなきゃいけないんだなっていう責任感とかも強く感じることとかがありますね。そういった瞬間はすごく嬉しいですし頑張ろうとも思います。ここが、サウンドスタッフの、サウンドルームで、ここで、サイバーコネクト2が手掛ける、ゲーム映像、全ての、作品ですねの、音リーダーまあ他の部屋と比べてここだけちょっとこう防音があるんでね、ちょっとこう耳の感覚が違いますけども、はい、では次行きましょう。今まで私ナルト作ってきた中で一番その思い出というか、それはやっぱりそのナルトっていうストーリーをちゃんとその皆さんに何でしょう、共感できるものに仕上がった瞬間で、例えばそのちょっとまあ昔の話になりますけども、アルティメットストーム2とかあの時は本当に泣ける要素がたくさんあったので、私最後デバッグしてる時にちょっとこう泣きながらデバッグをしてたりとかっていうことはありました。だからそういうのはまあ開発の中でも面白いなって思いますし、そういうやっぱり自分で作ったもので泣けるって多分皆さんに絶対伝わるんだろうなと思って、そういうエピソードはあります。はい、お疲れさん。はい、いいよ、仕事してください。はい、ここは、デバッグルームになります。であちらに QA がいて、そして、バグチェックをするメンバーがいて、もちろんナルトに限らず、スマートフォンのゲームや家庭用ゲームも含めて全てのゲームタイトルを、ここで、開発、完成する直前までチェックを、繰り返し、やっていきます。やっぱりゲームを作っていると、イベントの際に、体験試遊台を出させていただくことがあるんですけども、こういったですね、作っている途中途中で、ファンの皆様からいただける、ご意見、反応、こういったものがですね、日々の開発の驚きであり、ゲームを作っていく上でのですね、すごく重要な、情報源だと思っております。結構ね、なんかそういうそのジャンプフェスタとか東京ゲームショウとか、はい、現場とかで結構お客さんと対話するからね。そうですね、うん、はい、直接こうあれ嬉しいですよね、ね、うん、はい、まあ、それは武器やから、ね、うん、これからもね、いろいろやや言われた方がいい俺別の意味で言われるけど確かにはい、ここが、ナルトチームの、共用部でして、ここで最新のビルドを、みんなで触って、ゲームの中身を確認してそれぞれ、ローカルで、また作業をするっていう、ための場所です。彼がねバトル周りを、調整している担当ですこんにちは、はい、やってそうですね、今回ナルティベントストーン4、そうですね、私の中でもやっぱりその間違いなく最高クラスの作品になると思ってます。自分たちを、過大評価するわけではありませんが、ナルトをはじめとした、キャラクターゲームで、我々が作っているナルトのゲームが世界一だと思っています。何よりも、プレイを通してまるで自分がナルトになったかのように体感していただけるような、例えば、入力一つとっても、自分のテンションと合わせてちゃんとそれを答えてくれるような UI を作ってたりとか、さあ、何ですか、あなたが大変だなと思うことは。一番大変なのってスケジュール管理、ほう、すごい硬いところに申し訳ないんですけど、そのスケジュールを管理するところがやっぱり一番大切で一番大変なところなのかなと思ってます。俺らから見ててもあとはね、やっぱね、フットワークが軽いと思うよ。本当ですか、うん、日本全国いろんなとこ飛び回ってるし、そうですか、うん、いろんな人と大手話もしてるしさ、うちのスタッフもすごい仲いいじゃん。
そうですね、うん、というか何でも話すさ、はい、それは私があの御社のファンだから、うん、皆さんよせよ